テンハグ監督、スロット監督を激しく批判。 A メディア、エクスプレスによると、オランダ出身のテンハグ監督は来季から同リーグのリバプール指揮官に就任する予定のオランダ1部フェイエノールトを率いていたアルネ・スロット監督45の手腕を疑問視したという。フェイエノールトについて、人々は過剰に熱狂している。フェイエノールトは今シーズン安定していたがトップではなかった。同リーグ制覇したオランダ一部 PSV とホーフェンは全ての面で2クラス上だった。ボールを支配する点、プレッシャーをかける点、激しさの点、全てにおいてね、と語った。スロットとテンハグは共にオランダ出身監督で、スロットは来季からリバプールの指揮を託されている。テンハグは今季マンチェスターユナイテッドの指揮を取っており、来季はまだ不明だが、続投ならプレミアリーグで両者が激突する。自分の去就もはっきりせず、プレミアでなかなかうまくいっていない、フラストレーションがあったり、アヤックス時代の CL 含めた実績の自負もあるだろうから、スロットが持ち上げられてるのが気に食わないだろうし、焦りもあるんだろうな。テンハグが実際にどんなコメントをどんな経緯で出したのかは知りませんが、はっきり言えるのはユナイテッドもレッツもそうですし、チェルシーやバイアンも一流監督を迎えられないという悩みを抱えていますね。経緯が不明だからなんでこんな発言したのかよくわからないけど、マンユーの監督という立場考えてから発言してくれよ。クラブの品位を落とすな。やめてからだったら何を言ってもいいからさ。プレミア8位の監督が言うことではないね。来季もマンユーの監督をやるならばリバプールよりも上に行かないと、ただの笑い者になる。トップかどうかはリバプールが判断すること、首の皮一枚でつながっている人が決めることじゃないね。さすがに嘘くさいと言うか、肌に切り取りされてそう。将来のサッカー界のために草の根からの意見を出し合いましょう。チャンネル登録、コメントお待ちしております。